リベンジャーズで期待の選手です。でも期待しない選手はいないですよ、マジで監督やってて。やっぱ何かしら自分が関わることによっていい選手になってほしいなって思ってますからね。ただ、余計なこと言って成長止めて、選手って前も言ったけど、監督が育てるもんじゃないですからね。潰さないようにするもんですから、育てたっていうより潰さなかったっていうもんだから。そう、だから、自分が持ってるものを与えるけど、それ使うかどうかは選手次第だし、僕も今まで教えられたことと違うことを自分で学んで、そっちの方がいいってなったパターンめっちゃあるんで。だからね、リベンジャーズの選手も、シュアボの選手も、潰さないようにできるだけ、こう、サッカー楽しむのが一番ね、成長できますしね。ただね、楽しい楽しいが、ね、楽しいから楽になっちゃうと違うんでね。その辺はバランス難しいですよね。ボールアパートから抜け出したくて焦りが心をえぐるよ秘密基地みたいと笑ってくれた君が起きる頃眠る僕どの成功者の言葉よりどの合理的な論理より君がくれた誕生日で信じられた満場